皆さんこんばんは、加藤平地でございます。令和5年7月30日日曜日、ただいま22時30分になろうとしているところです。南行徳駅北口側ロータリー側に来ております。今日はですね、私の活動につきましてちょっと、まあ、地図がありますのでご紹介しますと、今日夕方の時間帯こちら、かけままの1丁目、2丁目の間に行徳のバイパスを通っておりますけども、こちらで、凱旋しました。ちょうど100円ローソンさん、それから中古車販売店お店ありますね。でこちらで凱旋した後、南行徳小学校におきまして、かけまま自治会さんの盆踊りの大会開かれておりました。消防団時代のですね、先輩方にもお会いしましたし、大変有意義でございました。そしてその後南行徳小からこちら南行徳駅の北口に来たという経緯ですね。南行徳、私にとって社会人としてのスタートを切った町、郵便局時代私も南行徳の社宅に住んでおりましたので大変思い入れのある町でございます。これからもですね、南行徳だけではないんですけれども、しっかりとこの地域の課題、見据えてまいります。それからまあ、ちょっと地面なんかご覧になってもらうと、こう道路を補修した跡なんかも見えまして、ちょっと皆さんが降りてくる階段のあたりもそうですけれども、結構道路の修理についても、まあ、徐々にですね、進められているのかなという気がいたします。こういう身近な道路行政についてもしっかり取り組んでまいります。それでは最後じゃんけんで締めます。最初はグー、じゃんけんぽいパーですね。それでは今日はこれで失礼します。